怒ってんの。怒んないでよ。よしこん。怒らないでそんなに。もうね、むなしくんさんの心、お部屋になってますね。ね、プレイルームです、むさしくんさんの。むさしくん。怒ってらっしゃる。爪切りの刑に処されますな、このままだと。怒ってんな。ワンワン言ってるね。あー、かっこいいけど爪がすごい。これ完璧爪切りですね。私くんには悪いけど。あー、決まった。なんだいんか。あー、でんぐり返しができんの。でんぐり返しですよ、今のは。武蔵くんさん、あ、ごめん。ごめん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 。はい、こっちして。あー、と乗った。乗ったぞ。じゃあ、かっこいい。はい、武蔵くんさん。武蔵くんさん。武蔵くんさん。はい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 。もう尻尾も、もう完璧に毛が生えてますね。武蔵くんさん。武蔵くんさん。はい。ごめんね。さあ、そうなんです。武蔵くんさんはですね、これから晩ご飯なんです。で、でもね、一人で遊ぶのはもうこりごりだって言ってね。もうあのなんだかんだ暗くなってしまったんですけど、ごめんね、武蔵くんが最後のご飯なのに。本当の最後は僕なんですけどね。武蔵くんさん、武蔵くんさんね。あうはい、じゃあ武蔵くんさんご飯します、ね、あと僕がちょっとでもねここから出るとね、武蔵くんさんはすごく泣いてしまうので、はいはい、はい、ご飯しましょう。ちょっと待ってね。ご飯準備します。はい。ご飯待ちです。くん、はい、はい、ご飯よ。よし。はい、どうぞ。はい、ご飯食べてください。はい。よかったね。美味しいね。よし、じゃあちょっと、夕方の清掃に入りましょう。武蔵くんさんです、ね、相変わらず、はい、消毒も終えて、もうね、武蔵くん激しいです、日に日に激しさ、すごいですね。うわー、ちょっと走ってきましたね。あ、そしてまた新しいおもちゃです。どんどん破壊されていってるからね。
どうですか、サシ君さん。新しいおもちゃは許せない。やばい、めっちゃ怒ってる。ああ、もう詰め切らなきゃね、そろそろ。やっぱ怒ってる。怒ってんの。怒ってんの。怒らないでよ。順調にね、ごめん、順調に、あの尻尾完璧に毛生えてます、もう全身。しかも見てください、このね、ツヤ肌のいい黒い毛を。怒ってんな。怒んないでよ。怒ってる。武蔵くん、動いてますね。武蔵くん、怒ってんの。つってる。順調に猫髪も治ってますが、武蔵くんのパワーも、順調に成長中と。すごい。怒らないで。武蔵くん、仲良くしようよ。ねえ、このひよこ丸、戦艦ひよこ丸に乗るんですね、みんなね。やっぱり乗車するんですよ。武蔵くん、なんか言ってますね。あ、ごめん。武蔵くん、怒らないで、そんなに。バネて帰ってくるだけなんだ。こうしときましょう。武蔵くんの方から来ると思います。武蔵くん、ちょうどちょうだい。持っていくんだ。持っていくの。もうね、武蔵くんさんのここのお部屋になってますね。ね、プレイルームです、武蔵くんさんの。武蔵くん、怒ってらっしゃる。爪切りの刑に処されますな、このままだと。ワンワン言ってるね。かっこいいけど爪がすごい。これ完璧爪切りですね。武蔵くんには悪いけど。あー、決まった。できんの、でんぐり返しですよ今のは。武蔵くんさん、ごめん、はい、こっちして。これをしないと食べられますからね、僕はね。武蔵くんさんに、
やばいな。うわあ、すごい。すごいね。あ、また持ってきた。長寿。そんな感じの武蔵くん。ああ、そ。武蔵くんもね、残りあと数日ってとこですね。お薬が終わるのが、もう毛は生えてますけどね。毛は生えてますが、一応ね、処方されたお薬を全部飲み切って再診察となります。よいしょ。はい、長寿。早くね、あっちに引っ越しようね。ぼちぼち寒くなってきそうだから。武蔵くんさん、はい、やっぱ来てくれた。っていう感じでした。ではありがとうございました。来た。あーっ、武蔵くんさんです。ハートのタップ乗ったぞ。